はい、別館です。はい、今日ね、こちらの本編の方でもね、はい、いろいろ歌の話が、昭和の10代のね、うん、10代の子供たちに昭和の歌謡曲が意外と人気が出てるっていうね、ちょっとびっくりしたんだよね。はい、ということでですね、昭和後半の生まれの方のね、はい、水野さんのね、うん、選ぶ、ベスト10でもいいけど、ベスト5でもいいけどね、はい、まあ、カラオケで歌うのでもいいしね、はい、なのでちょっと、彼女の選ぶ昭和歌謡というかな、はい、もう古いのからね、はい、赤城の子守歌でもいいんだけども、うんうんうん、ちょっとで10曲ばかりね、あれは5曲でもいいや、まあ、はい、うん、あ、結構掘り起こしたらいっぱい出てきそうですね、うんうん、そうですね、まあ、今日ちょっと真相コーダで出てきた木綿のハンカチーフ、うんうん、あれ好きですね。大体何位ぐらいになりそうですか。順位で言うとね、まあ、大体で順位ですか。3位ぐらいかな。かなり上の上位、かなり 上ですね。3位ランキングの中入りそう、はあ、ベスト3ぐらい入るんじゃないですか、ね、ベスト3、ね、なるほど、はい、それがまず木綿のハンカチ、はあ、これは私本当にいい歌だと思うよ、ね、いい歌ですよね。おっさんが聞いてもいい歌だと思う、うん、おっさん、はい、まずは木綿のハンカチいうね、はい、はい、それから、うん、中島みゆきさんすごい好きなんですよ。あ、中島みゆきはね、はい、それはいいね。で、いろいろ好きな歌、うん、いろいろあるんですけど、うん、一つは糸っていう歌。あ、糸、どういう歌？縦の糸は、あ、はいはい、横のなんかあやなすあれね、はい、織りなす糸は、これ中島みゆき、ね、時代、あ、時代ね、はい、はい、それから、うん、赤いスイートピーも好きですね。はい、4つこれで出ましたね、はい、で赤いスイートピーいいよね、本当にね、はあ、はい、赤いスイートピーっていうね、いいですよね、はい、いいです。それから石川さゆりさん好きです。来たね、まあ、石川さゆりも夜行列車降りた時から津軽海峡とか津軽もあるし、歌いますよ。天城越えもあるし、天城越えも歌います。もういろいろね、いや、はい、この方両方とも歌ったなかなか得意の決めの歌という朝もいやいやいや、なかなか水野組の天城越えもいいですよ。前に私聞かせてもらいましたけどね、いやいや、あれみんな女性のいろんなね、個性が出てね、そうですよね、うん、その時本当に多分、うん、嫌なことがあった時はすごい天城独々しい天城越えだと思いますね。僕行った時はこうなんかふわっと、ね、はい、幸せな時はこう爽やかな甘い声だと思います。なるほど、じゃあ私が聞いた時は何だったんだろうっていうね。なかなかしっかりした力のある素晴らしい歌でしたけどね、はい、それからあれですか、それとそれが、5曲目か今のが ね、 で石川さんのあれ、はい、夜行列車、あ、津軽海峡あれも入るんですか。入りますね。じゃあ 6曲来ましたね。はあ、あと4曲ぐらい。異邦人とかも好きです。ああ、これはいい歌だね、私もね海外いろいろね仕事行ってから、あの感覚は久保田なんだっけ、あの人。久保田さんですね、はい、あの人今なんかキリスト教の伝道師みたいなやってるらしいね。あ、そうなんですか。そうそうそう、うん、へえ、うん、あの1曲、まあ、他にもあったんだろうけど、あの一曲だけで決定的にね、残したよね。あれ、そうですよね、歴史に残る歌謡曲の歴史に残る名曲の一つですよね、はい、これが7つ目と、はい、はい、さあ、あと3つですね。あと灘曹操。え、灘曹操、あ、沖縄のね、沖縄の歌、うん、あれも ね亡くなった、ね、男の人を忍んでね、うん、でもそれでも生きていくよって私はっていうね、はい、なかなか素敵なね、そうですね、うん、あれも人によって全然ね、感じが違いますね。奈良曹操もね。そうですね、うん、まあ、あれを別に亡くならなくてもいいと思うぐらいでね。うんうんうん、まあ、もちろんあれ亡くなった設定なんだろうけども、亡くならないでもこう行ってしまね、どっか行ってしまった、それこそ木綿のね、というふうに考えてもいいしね、別れた相手としてもいいという、なかなかでも名曲ですね。はい、奈良曹操。これで7曲、え、8曲か。あと2曲ですね、はい、あと2曲、あ、そうですね、なんだろうな、プライドっていう曲が、プライドってのは誰ですか、あれ誰でしたっけ、あ、今井美樹さん、今井美樹さんね、はい、これもなかなか、あの子は女優さんで鳴らしたっていうけど、歌も本当に真剣にやってね、はい、むしろそっちの方が力入ってるみたいなね、あ、
あのプライドっていいですね、言ったらしたね、私も聞いたことありますけど、あの子の素材っていうか人間の生き方みたいなね、あれも感じられる ね、 あのね、今井さんってのはなかなか、まあ、美人だけども、まあ、すごいそういう意味での絵に描いたら美人じゃないけど、魅力的な ね、 そうですよね、すごく魅力的な子だよね、あの子はね、はい、あの大体映画監督とかああいう人たちが一緒に仕事をしたがるような、はい、いろんな表情ができる子でね、あ、引き出しが豊かな感情のね、うん、引き出がたくさんありそうな感じの子ですね、うん、今井さんっていうのはね、そうですよね、うん、さあ最後のラスト1曲、あのユーミン、ユーミン出たね、やっぱ来たね、ユーミン、はい、全般的にやっぱりこう、ね、結構その中でも何を選びますか、はあ、難しいですけど ね、 難しいね、たくさんあるからね、名曲たくさんありますよね、あの守ってあげたいっていう歌は分かります、あの映画の主題歌にもなった、映画の世代感にも、ね、はい、あの、ね、あの子女性が歌ったのはユーミンだけじゃなくて、うんうんうん、主役のね、うん、なんか優しい気持ちになりますね、なるほど、はい、というのが、水野久美の選ぶ、ベスト昭和歌謡、今パッと出てきたやつなので、うん、もうなんか眠ってるやつがすごいいっぱい ある、聞けばね、あれあれあれとかね、あれとか、はい、あれいつも歌ってたとかあると思うんですけど、今パッとでもね、思い出す歌はやっぱり一番ね、印象に残ってる歌ということなんですけど、さあ皆さんの忘れられない昭和歌謡何でございましょうかというね、社長はいや私もなんでまたね、今日はまあ時間があれということで、いやいやいや、あの、ね、いや私本当にね、そうね、だからあのとにかくね、うん、あの私があの好きな歌ね、自分じゃカラオケとか行っても歌わないけども、はい、まあ、本当に冗談でやってみてやっぱり失敗するって歌わなきゃいけないものは、あの風雪流れ旅ね、はあの北島三郎が歌ったあのいわゆるジョンガラ節のね、あれを歌いながら、はい、あの格好を回っていくね、そのあのいう歌が知らないそれ、はあ、これはもう演歌の中の超名曲だと思うけどね、知ってます、うん、破れ人絵にってね、あ、はい、分かります、三味線抱いてってね、で、あの音のあるものを皆好きでっていうね、あの間違いなければあの手でやれとかね、あの握手でやれとかね、音の出るものを何でも好きでっていうね、ああいう感じのね、芸能っていうか芸術というかね、うん、そういうああいう本当に庶民の芸術っていうかな、芸能を支えたね人って、これはやっぱり日本の演歌の中で本当に一番の 名曲かなというね、うん、感じがする、あれ難しいからね、なかなか歌えないんだけどね、うん、ああいうのなんか好きですね、はい、まあ、というようなことでね、時間もたっぷり来たようなんで、まあ水野久美のベスト歌謡10曲を皆さんにご紹介いたしました皆さんはどうでしょうか、はい、ということで以上です、ありがとうございました。